皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いてご一緒に御言葉から教えられてまいりましょう。本日は2019年11月11日月曜日です。聖書はヨハネの黙示録6章の1節から8節、テキストは苦難をも統制される子羊の大いなる力、私たちが成功というものにどのように向き合うのか、ご一緒に教えられてまいりましょう。ヨハネの黙示録6章1節から8節、また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。子羊が第二の封印を解いた時、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を解いた時、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一を、剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。私たちの教会にあるビジネスマンの方がいらっしゃいまして、その方は、若い頃から会社などで働いて、今もだいぶ引退の感じになってきているんですけれども、それでも一生懸命働いておられます。で、若い頃は非常にこの成功志向が強くて、この人生は勝つか負けるかだ、もう勝つっていうことがですね、もう彼にとって非常に重要なことで、野球のゲームから麻雀から何から何まで勝たなければならないと。でも負けるのが嫌で、勝つことばかりを追求してきたそうです。しかしイエス・キリストを信じることによって、本当に勝つということはどのようなことなのかということを彼は見出して、そして新しい人生を歩み出したわけなんですけれども、私たちはこの世界の中でこの成功していく、競争に勝ったりしてこの成功していくということは非常に重要ですけれども、しかし成功を手に入れるということに関して、成功が私たちを支配するのか、それとも私たちが成功を支配するのか、大きく違ってくるんじゃないでしょうか。今日のテキストにはこのように書かれています。また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いた時、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。で、この時に登場するのは白い馬に乗っているもの、弓を持っていて、そして冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていくものです。で、この存在が一体どのようなものなのかということは非常に興味深いものですけれども、しかしこの存在というものが私たちを支配していくときに、私たちは自分はいつも勝たなければならない、いつも成功しなければならない、そういう思いの中に生きてしまうんじゃないでしょうか。
でところが私たちがこの成功に支配される人生ではなくてイエス・キリストに支配されるとき、私たちは成功そのものを支配していく人生に変えられていく。でそのことを教えられたいと思うんですけども、この次のところを見ますとですね、3節には子羊が大の封印を解いたとき、私は大の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っているものは地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられたとあります。私たちがもし成功しなければならないというプレッシャーになったとしたら、それに支配されてしまったとしたら、まず第一番目に私たちは隣人と争って、そして平和を作るんではなくて競争して勝つという、まあ、場合によったら殺し合うというようなことになってきます。ところがイエス・キリストが私たちを支配するときに、私たちは成功を支配することによって平和を作るものになっていく。それが聖書が教えていることです。ですから隣人との平和を作っているかどうか、私たちが成功を支配しているのか、それとも成功に支配されているのか考えるときに、隣人との平和を作ることを求めているとしたら、まさに私たちは成功を支配している、イエス・キリストに支配されて成功を支配する、そのような人生に入っているんじゃないでしょうか。私たちが成功しなければならない、勝たなければならないというプレッシャーになるときに、家族を犠牲にし、ルールを破り、隣人を犠牲にして周りと争って生きるようになります。しかし成功はイエス・キリストにあるということが分かったときに、私たちは隣人と平和を作ることによって結果的に成功を手に入れるという、そのような道が開かれていくんじゃないでしょうか。2番目には私たちはここに第三の封印を見ることになります。5節に子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ黒い馬であった。これに乗っているものは秤を手に持っていた。秤というのはこの昔だったらですね、小麦を測ったり大麦を測ったりするわけなんですけれども、6節に小麦一マスは1デナリ、大麦3マスも1デナリとあります。1デナリというのは労働者の1日の労賃です。そして、小麦1マスというのは1日の食料ですから、1日の労働のお金で1日分の食事が買える、まあ、これはいいように見えますけれども、全く余裕のない人生ですよ。とにかく生きていくことが精一杯という状態になっているということです。大麦3マスといえばですね、家族が養えるだけ、これもやはり生きていくのが精一杯、そのような状態になっているということです。でこの時に私たちは、もし私たちが成功に支配されて成功しなければならないという、そういうプレッシャーになったとしたら、私たちは人々から奪って、人々は貧しくても構わない、自分だけ成功すればいい、自分だけ、小麦1マフではなくて10マフでも100マフでも1000マフでも自分が成功すればいい、そのようなものになっていくんじゃないでしょうか。ところがもし私たちがイエス・キリストに支配されたならば、成功を支配していくので、私たちは与えられた成功、特に経済的な成功を隣人と分かち合うことによって、貧しい人と分かち合うことによって、さらに大きな成功を生んでいくんじゃないでしょうか。私たちが全てのものから奪い取っていく人生を生きたとしたら、確かに一時的には成功するかもしれないけれども、しかしそれは必ず大きなしっぺ返しを食らっていきます。それは私が成功したい成功したいと思っているときに、気がつかないうちに自分だけが成功すればいい、そのようになっていく。ところが私が成功しているのは周りの人たちのおかげなんだ、神様のおかげなんだということが分かると、世界を見たら、世界には今日食べるものがない人たちもいる、貧しい人たちもいる、困っている人たちもいる、そういう人たちを犠牲にして自分だけ成功することが本当に成功なのか、人々の生活を自分は作っているんだろうか、そのように思うんじゃないでしょうか。もし人々の生活を作ることができなかったら、結果的には私たちは自分自身の成功も犠牲にしなければならない時がやってくるわけです。プロ野球のピッチャーの先発投手の仕事はゲームを作ることですね。5回まで3点以内に抑えたら、クオリティスタートといってですね、ゲームを作ることになる。でもそれができないとゲームを丸潰ししてしまうんです。エースですから一番いいピッチャーですよ。だから一番儲けてる人が
世界を作らなかったら世界は本当に混乱してきます。でももし私たちが成功を支配しているならば、その成功を何のために使うのか、それを問われるんじゃないでしょうか。そして3番目には、私たちはこのように見るのを見ます。7節に、子羊が第4の糞を解いた時、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。その時出てくるものは青ざめた馬です。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従ったとあります。死と裁きを待つ場所、それがここで表されています。私たちが成功に支配されていくと、私たち自身は成功を追い求めていくけれども、しかし最後は死んで裁きを受けなければならない、そのことを忘れていくんじゃないでしょうか。人は一度死ぬことと裁きを受けることが定まっている。でももし私たちがイエス・キリストに支配されて成功を支配するとしたら、自分たちがどんなに成功したとしても、自分は霊的に成長しなければならない。私の信仰は本当に成長しているんだろうか。ビジネスは成長している、会社は成功している、しかし私の神様との関係は本当に成長しているんだろうか。そのことを問うんじゃないでしょうか。私たちが成功を支配するとしたら、それは私の人生の成功は何のためか。それは神様に感謝し、神様との関係がもっと深くなって、憐れみによって自分は生かされている、霊的に成長していくために神様はこの人生を与えてくださったんだ、この成功を与えてくださったんだ、そのように思うようになっていくのではないでしょうか。私たちは成功に支配されてしまっているでしょうか。それともイエス・キリストに支配されて成功を支配しているでしょうか。私たちの本当の成功は、隣人と平和を作り、そして人々の生活を作り、そして神様との生きる関係、それが成長して、この人生は神様の神の国を明かしするためにある、そのようになっていくことが本当の成功じゃないでしょうか。それを実現するのは王なる方、私たちのために十字架で死んでよみがえられた生きておられる王なる方によって支配される以外にはないんではないでしょうか。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちはともすれば自分の人生に成功を追求するあまり、隣人を犠牲にし、そして自己中心となり、自分だけ成功していることに喜んでしまうかもしれません。しかし私たちはやがてあなたの前に立たされることを忘れているのではないでしょうか。しかしイエス・キリストを信じるときに本当の成功を手に入れることができる、そのことを覚えつつ、隣人と平和を作り、そして人々の生活を作り、あなたとの信仰、親しい交わりがさらに深められていくように、今日も歩ませてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。